ロッキーズ、ドジャース、28日、日本時間29日、クアーズフィールド2試合連続の55号が期待されるドジャース大谷翔平投手、30、が、1番 DH でスタメン出場した。1回虫の第1打席はミニューデセンザテーラと対戦。カウント1、1から外角のスライダーを捉えると、打球は右翼フェンスを直撃した。 当たたたりが良すぎたために大谷は一塁でストップ。打球速度は1113マイル、約179キロ、だった。続くベッツの数とでスタートを切っていた大谷は、二塁ベースを通り越した位置から一塁へ起塁。その際に、二塁ベースを踏まずに一塁へ戻ったため、閉殺となった。第二打席は3対1の2回西で夕頃に倒れた。 試合前時点で打率は3割9輪でリーグに五54本塁打と130打点はリーグを独走しており、打撃三冠王を視界に捉えている。57盗塁はレッズベラクルスの65盗塁に次ぐ同2位としている。オプス、長打率プラス出塁率は1.041。